皆さんこんにちは、福島民放高橋俊明競馬の話はほらまだ分かんなくなった90何回目だっけ92回目。はい、ということでねえ、長くやってるとこういう風になるもんですね。あともうちょっとで本当に100回になるんだね。はい、ということで先週もたくさんあったんでね、振り返りがたくさんあるんでもう早速いきましょう。まずは皐月賞ですいってみましょう。じゃん、もらったと思ったのにということで、まあね、ジャンタルマンタルが、まあまあ名将タバルがね、もうとにかく早いペースで逃げましたから、で離れた集団のところで好意で折り合って、まあいい手応えできて、直線でもう抜けて一度は2馬身離した時はもうこれはもうもらったなと。はい、正直言ったらテレビの生放送中にもらったと僕は絶叫したんですけど、そこから止まりましたね、見事にね。まあ、後続2馬身は離したと思うんですが、まあ1頭になって気を抜いた面があったということもあると思います。多少空使ったかなというところありましたけどね、やっぱり速いペース勝ちに行ったところで、ああまあ力尽きたかな、まあ、本来の距離適正ができたという感じもしないでもない、うん、そんな感じの競馬でした。まあ高野先生はね、厩舎が取り組んできたことはきちっとできたということですね。折り合いがつくとか、それからスタート出る道中のリズム、まあ、そういう意味では思い描いた通りの競馬で、まあ、これで負けたんだから仕方がないだろうと、まあ、まあそんな感じのお話でしたね。うん、馬も人も頑張ってますということで、ね。まあ、この後 NHK マイルカップということをいち早くおっしゃいましたけどもね、まあ、やっぱダービーちょっと距離が長いだろうという判断だと思います。まあ残念ですがね、ジャンタルマンタルに関しては次の NHK マイルカップが有力かなと思いますが、勝ったのがジャスティン・ミラノということでね、これ1週前も2週前も藤岡幸太騎手が追い切りつけてた馬なんですよね。終わってからああそうかというね、なんかそんな気持ちになりました。4コーナーの手応えはねあまり良くなかったですけどもね、終わってから戸崎騎手がね、幸太が押してくれたんじゃないか、背中押してくれたんじゃないかっていう話をしてましたけど、やっぱりね1週前と2週前と追い切り乗って厩舎の追い切りを手伝ってくれることが多かったんでね、友道先生がもうゴールした瞬間、もう引き上げてきた時からもう号泣してましたね、なんかね。はい、それが非常に印象に残りました。まあこれで3戦3勝、本当に距離が伸びて良さそうな感じですしね、まだまだ馬良くなりそうですからね、これは2冠の可能性というのはかなり大きくなったんじゃないかなというふうに思います。2着コスモキュランダ、これはさすがモレーレ騎手という感じの競馬でしたけどもね、これも長くいい足を使ってます。距離が伸びて良さそうな感じですし、これもダービー有力かなというふうに思います。注目レガレイラ、牝馬調整しましたけど6着でした。ちょっとやっぱり位置取り後ろすぎたかな、よく伸びてますけれども、ちょっとこれはね、流れに乗り切れなかったというのが大きかったんじゃないかなというふうに思います。はい、続いては福島民放杯ですね。こちら行ってみましょう。じゃあマルタの思いということで、イフレーミングがね勝ちましたけど、これももう引き上げてくる時からマルタ騎手号泣です。藤岡幸太騎手とはね、競馬学校時代の同期ということで、しかもこのリフレーミングという前に藤岡幸太騎手が乗ってましたからね、まあ、そういう意味でやっぱりね、幸太に恥ずかしい競馬できないと思ったということで、まあ、最後はねよく届いたなっていう競馬でしたね、本当にね。はい、まあ、これもなんかねちょっと神がかってる感じがしましたけれどもね。2着ボーンディスウェイ、まあ小畑武役氏実は今年まだ勝ってないんですよ。ようやく勝てたかなというふうに思ったんですが、これも刺されて2着ということでね、悔しい負けになりました。3着プラチナトレジャー、これはもういいところから来ましたけども、54キロのハンデ効いてたかなと思います。カレンブシュルブルの6着はいつもよりちょっと1ドル前すぎたかなと思いますね。そして、期待した6ランの8着ですけど、まあ1コーナーあの後ろにいたんじゃちょっと、今の釧路の場合では届かないかなという印象の競馬でした。はい、続いては中山グランドジャンプですね。こちら行ってみましょう。じゃん、中山マイスターということでね、色ごとしが鮮やかに連覇を飾りました。緩みのない流れをねスタミナ勝負という感じで持ってきましたけどもね、こちらもね、黒岩騎手、宇治岡幸太騎手への思いをね、爆発させてましたね。これ G1 ですからジョッキーカメラの映像が残ってるんですけどね、幸太勝ったぞっていうね、まあ、なんかそういうみんないろんな思いをね抱えて先週の競馬してたんだなという感じがします。
2着はジュンベロシティ、3着はね、五十嵐騎手が乗った西野ベジーですけども、おそらくマイネルグロを意識して早め早めの競馬をしたんだと思うんですね。結果的に力つきました。最後から3番目の障害でちょっとミスをした、これが痛かったかなということを五十嵐騎手も話してました。注目マイネルグロが6着ということでね、もうスタート出遅れて道中の行きっぷりも悪くて、まあ、最後はねちょっと馬に異変があったということでバウンシャーに乗ってましたけど、結果的にこれね、クッケーンが判明したということで、長い騎乗になりそうですけれどもね、なんとか立て直してね、王者戻ってきてほしいというふうに思います。はい、続いてはアーリントンカップです。こちら行ってみましょう。じゃん、切れ味引き出すということでね、ディスペランザ、さすがモレイラ騎手という競馬でしたね。もう最後の最後に、きっちり差し切ったんですけどもね、相手のレベルはそれほど強くないですけどもね、決め手があるまでにこれ NHK ワールドカップでどんな競馬してくれるかなというふうに思います。2着アレンジャー、ここはもうちょっとノーマークでしたね。なかなか説明がつかない構想です。3着チャンネルトンネル、福永厩舎の受賞初挑戦でしたけれどもね、強行運の中よく頑張ってたんじゃないかなというふうに思います。期待した順番決闘ですけどもね、スタート出していったらは道中かかってしまったということでね、ちょっと若さが出てしまった競馬だというふうに思います。はい、最後はアンタルステックスですね。こちら行ってみましょう。ダン、阪神校舎ということでね、ミッキー・ヌチバラがね最後は決め手を生かしてということでした。やっぱコース校舎、そのあたりが出たかなというふうに思います。2着スレーマン、これはね早めに先頭に立ってなかなか中身の濃い競馬をしました。3着ハギバ・アレグリアスなんですがね、いい競馬するんですけども、どうもやっぱ爪が甘いというか勝ちきれない面があるなっていう、今回もそんな競馬になってしまったなというところです。はい、はい、続いてはねトピックスですけどもね、こちら行ってみましょう。じゃん、トーラスジェミニ誘導馬ジェッデビューということで、2021年の七夕賞を勝ったトーラスジェミニがね、土曜日から誘導馬デビューしましたけどね、非常に落ち着いていて、なかなか最初の時というのは波足ゆったり歩くというのがなかなかできないですよね。特に競走馬の場合には競走生活のことを思い出したりしますんでね、それが本当にうまくできてたんでね、担当の上田さんもねパーフェクトというお話をされてました。ちなみに日曜日はですね、この馬を管理してた小宮山悟元調教師がいますね、小宮山さんがね、来てトーラスジェミニを見たいということで、はい、僕らはねちゃんと決められた場所から写真撮ってたんですけどね、小井さん芝コースに入るわ、ウィナーズサークルで記念撮影するわ、なかなかの感じでございます。はい、はい、ここからは今週の競馬に行ってみたいと思います。はい、まずは、この春の福島のね、メインを飾るレースですね。福島牝馬ステークスです。こちら行ってみましょう。じゃん、父の地元で重賞初制覇ということでね、小畑初躍進ですけどもね、もうデビューして10年経ってるなら11年目なんですね。はい。お父さんがね南相馬出身の小畑初弘元ジョッキー、今ね長距離重賞されてますけども、ね、そういう意味ではねお父さんの地元でまだ重賞勝ってませんしね、その絶好のチャンスが来たなというふうに思います。新緑化なんですけれどもね、やっぱりこのレース中山牝馬ステークス組がね例年好走しますけれども、今年もねこの愛知杯中山牝馬ステークスと続いてきたこの組がやっぱり有利なのかな、ここから出てくるかなというふうに思ってるんですが、新緑化の場合には中山牝馬ステークス3着でメンバー中最先着ですね。もともとね阪神ジュベナルフィリーズ2着とかから桜花賞6着オークス5着とかね、もうその2歳3歳の G1 でいい競馬してた馬だったんですよね。去年の秋馬体がぐっと増えて成長したかなと思ったんですが、なかなかちょっと結果が出なかった。それがようやくね前回の中山牝馬ステークスでね、3着とこういい競馬ができたなというふうに思います。増えた体は身になってますし、それからこの中山牝馬ステークスでもね前々で競馬をして荒れた内を終始通って最後も内を通っての3着なんですよね。ですからその分の負けかなという感じもしないでもない。ですから中身は非常に濃かったというふうに思います。今は本当に良くなっているところですしね、外枠引きましたけれどもね、うまくこうロスなく立ち回ってくれれば、新緑化自身もね受賞初制覇のチャンスじゃないかなというふうに思ってます。小畑初躍進もね頑張りますということでしたんでね、応援したいというふうに思います。相手がグランベルナレッドですね。これはもう忘れられさ賞を勝った素質馬、
本来ならばね、G1 でもというふうに言われてた馬なんですがね、やっぱその後ちょっとね、順調さを変えたりして、なかなか力を出せなかったんですね。ようやく前走初富士ステークスで非常に強い競馬を見せましたし、まあ、小回り鍵になってきますけどもね、前々で流れに乗ってくれば、当然能力的に好勝負かなというふうに思います。3番手、タガノパッションですね。愛知杯と中山牝馬ステークス、ともに上がり最速をマークしているということで、切れ味に生きる馬場でしたら、やっぱりこのまま決め手というのがね、怖いかなというふうに思います。それからね、相手なりに堅実なコスタボニータ、ここもおそらく、ね、最内は効いてね、ロスなく立ち回ってくれば崩れはないんじゃないかなというふうに思います。それからね、ちょっと前回、愛知杯はハイペースが後退したウィンピクシスがね、立て直してきて、得意の福島で巻き返しがあるかなと思います。あとはね、フィールシンパシー、ラリエルといった前に行く馬、ちょっとね、展開どうなるか、行きたい馬結構多いんでね、緩みがない流れになると思うんですが、それでもやっぱり前がね、ある程度残るのが福島のパターンですから、このあたりはマークしておきたいなというふうに思います。いずれにしてもここは新緑化に期待しております。はい。続いては、東京のオークストライアルフローラステークスですね。3着までに本場への優先出走権が与えられるというところでね。はい。これは、行ってみましょう。じゃん。スピードの持久力ということで。例年このレース、東京の開幕週で、やっぱりね、インをうまく立ち回った先行馬がよく残る競馬なんですよね。馬場が速いということ、それから、まあまあ、三歳牝馬ですからね、その、絶対的にスタミナに自信があるというわけではないので、まあ、やっぱり、ある程度ゆったり流れていって、姉妹勝負ということになるんですが、なかなか後ろから刺す展開にはなってこないんですね。ということになると、前につけられて、そのスピードの持久力を持っている馬が有利じゃないかなというふうに思うんですね。で、そこで期待したのがバロネッサなんですけれども、お父さんがロードカナロアで、お母さん、マルケッサという血統でね、ホープフルステークスを勝ったドゥラエレーデの弟、近親に里のダイヤモンドがいるという両血馬ですけれども、気象の若さがあったりしたんですよね。一戦ごとにこうそこら辺が良くなってきて、もう3戦目前走未勝利勝ったんですけども、2月11日共同通信杯も行われた人に同じ芝の 1800m で、まあ、共同通信杯もとにかく度数号ですから、時計的にはこっちの方が早いのが当然というぐらいのラップだったんですが、まあ、それでも共同通信杯にも1秒8速くて、で 1800m 1分46秒にですね、この時計自体が速いですし、緩みのない流れを2番手から抜け出したということで、非常にレースぶりも強かったというふうに思うんですね。気象面が成長してきてますし、まあ、直前の動きも素晴らしかった。まあ、今回ね、コンビを組む津村騎手がね、先週、今週と調教を乗ってるんですが、コントロールしにくいまではないし、非常に体力があるんで、2000メートルに距離が伸びるのも問題ないじゃないかと。かなりやれそうな馬ですよというね。そういった手応えを話してくれましたけれどもね、非常に素質もあるのですし、まあ、やっぱ前回のようにね、2番手からこうスピードでそのまま押し切るというような競馬、一番多いですけども絶好ですからね、その競馬ができると見てこの馬から入ってみたいというふうに思ってます。相手がクリスマスパレードで、これ2戦2勝でね、そこを見せていません。まあ、これもスピード能力のある馬なんですが、これバロネッサがね、絶好の最内枠を引いたのに対してクリスマスパレードが大外枠を引いてしまったんでね、この枠順どういうふうに克服してくるか、うまくこう内に潜ってきてということができればね、この馬の先行力が生きてくるんじゃないかなというふうに思います。3番手がアドマイアベルでね、100日走特別で、サツキ賞4着のアーバンシックに0秒4差3着というね、この内容がやっぱ素晴らしかったですよね。まあ、前回はちょっと取りこぼし気味の2着ですし、まあ、お住まい手に構想しているという実績も含めて、まあ、この馬の決め手は、牝馬年のここならば上位かなというふうに思います。あとはね、トロピカルティ、これもね、ちょっとゲートも何ありますけれどもね、前走も決めて繰り出してます。まあ、能力上位だというふうに思いますね。あとは、チューリップ賞はちょっと後手に回る形でしたけども、相手なりに崩れがないラバンダ。あとは巻き返してくるカニキュル、マルコタージュといったところ、この辺の素質上位馬が、圏内になってくるかなというふうに思いますが、いずれにしても先行して崩れないバロネッサ、もう鍵はスタートだけですね。津村騎手、スタートを決めてください。お願いします。
最後が、京都のマイラーズカップですね、こちら行ってみましょう。じゃん、充実イットということで、まあ本来ならばね、一昨年のマイルチャンピオンシップの勝ち馬セリフォスがね実績的リードするんですけれども、ちょっとね安馬よりは体調いいと思いますが、少し動きがまだというところがあるんですね。まあ、それに対してね、ソウルラッシュは本当に追い切りも素晴らしかったですね。まあ一昨年このレースを勝って、去年は、シュネルマイスターガイアフォースに0秒1差、まあ接戦の3着ということでね、相手2頭は G1 馬ですし、まあやっぱり非常に中身が濃かったと思います。で、秋はねマイルチャンピオンシップ2着これ一旦抜け出して、まあ、波乗が驚異的な末脚で差し切りましたけど、これは中身の濃い競馬だったと思いますね。香港マイルも4着ということで、まあ、とにかくね以前は早い時計の勝負どうかなというふうに思ってましたけど、今はもう1分31秒台で何らか走れるようになってますし、さらに追い切りなんか見てもね、まだ馬が良くなってるなって感じがするくらいですからね。ここはこの馬の充実度を評価したいというふうに思います。で、相手はね、セリフォースですね。まあ、本調子、まだ一息とはいえ、去年の秋よりは明らかに臨戦体制整ってますし、まあ、休み明けでも力出せるタイプですし、この相手なら、やっぱりちょっと恥ずかしい競馬できないんじゃないかなという感じがしてます。あとはね、僕はちょっと個人的に期待しているフリンファクシという馬ですけども、これはね、京都のマイルが僕は合うんじゃないかなというふうに思ってます。流れに乗る競馬ならば、好勝負になってくるんじゃないかなと思いますね。あとは右回りのマイルが走るエイヤ。それから京都金牌を勝って力をつけてきているコレペティトール、あとはね巻き返してくるセッション、自力のあるソーバリアントといったところが圏内になってきます。いずれにしてもここはねソウルラッシュからセリフォースが相手の本戦という、まあ、そんな競馬になるかなというふうに思ってます。はい、ということで、春の福島競馬いよいよね大詰めということで、この福島牝馬ステークスなんとか当てたいですね。まあ先週はなんとなくみんな藤岡光沢氏への思いで一辺倒だったというね、そんな感じの競馬でした。まあ一周経ってちょっと普通に戻るかな、落ち着くかなという感じがしてます。そして来週からはねまた G1 シリーズ始まります。天皇賞春ということでね、来週からもね福島終わりますけれども、気合い入れて頑張っていきたいと思っております。また来週です。